クラテロディジベロクラテロディジベロは DOB 指定されたパルマ県特産の豚肉を演奏した食品である。シリブの実を使用し、ポーガワセイガンの実、ジベロ周辺八村の実で作られる。使用する豚はエミリアロマーニャ州及びロンバルディア州で別途規定された方法で育てられたものである必要がある。豚の太ももの内大体部の肉を使い作った生ハムは フィヨッコという別のものである。クラテロが文献に最初に現れたのは1735年で豚の桃肉から作られた。組合は霧と寒さのあるバッサと呼ばれる10月から2月の期間のみで製造を行うことを決定した。伝統的な手法に基づいて育てられ成長した豚は、この時期に桃から肉を取り出され、皮を剥がれて脂肪を取られ、骨を抜かれ。 ピオケットを分け取り手で切り揃えられて、これらの作業により独特のような形となる。これらの作業に続いて10日ほど後には塩漬けされ、さらにジヨと呼ばれる豚の膀胱に塩漬けの肉を詰める作業が行われ、その後の熟成で不規則に広がった網となる紐で縛る。クラテーロは冬の霧や夏の蒸し暑さを受けて、 本来の味の質を満たし我々の食卓に届くために次の冬まで貯蔵庫で熟成される。熟成期間は小さいもので最低10ヶ月、普通のものの平均は14ヶ月で年間に約1万3000個のクラテロディジベットの DOP が生産される。ありがとうございます。